北部ガルベード州はソマリアの州の一つ。また、マローディジェー派州とも呼ばれるが、こちらは事実上独立しているソマリランドの州の一つであり、範囲が異なる。州都はハルゲーサ。ハルゲーサはソマリランドの首都でもある。ソマリア政府及び国際的には北部ガルベード州と呼ばれることが多く、右の統計や位置図もこれに従っている。そのため、 右の各種基素情報は、ソマリランドの定めたマロディジェイ派州のものではない。そもそもこの地域は、第二次世界大戦前後、イギリス領ソマリランドとされ、イギリスの支配下にあった。その後、数日の独立期間を挟んで、イタリア領ソマリランドと合併され、ソマリア共和国となる。しかし、正常不安とともに、ソマリア内戦が勃発。すると、 元イギリス領ソマリランド地域は独立宣言を行い、現在のソマリランド共和国となった。北部ガルベード州は3つの地区に分かれる。人口地は2005年推計。独立宣言を行ったソマリランド下ではマローディジェー派州と呼ばれている。なお、前述した北部ガルベード州とは違うので注意。独立宣言2008年までのソマリランドの行政区画。 ナンバー6がマローディジェイハ州。2008年以降の行政区画。マローディジェイハ州はナンバー4。政治的に分離したソマリランドでは当初、おこいガルベード州、北西州と呼ばれており、ソマリア時代の北部がルベード州の海岸部分を切り離した範囲であった。2008年5月15日、ソマリランドの行政区画が変更され、これに伴って、 マローディジェイ派州に名称を変更、範囲も型から変更され、小さくなった。ポピュレーションエステマイションサーベイ2014フォーザ18プレウォーリージョンズ・オブ・ソマリア・ハットリージョンズディストリクツアンド・ゼア・ポップ・ヤレシャンズソマリア2005ありがとうございます。